い、今シーズンも熱いご声援を本当にありがとうございました。暑い日も寒い日もここぞとマリンスタジアムに足を運んで応援してくださった皆さん、そしてお家や別の場所から応援してくださった皆さん、きっとその応援が選手の力になったと思います。今日も満員御礼ということで本当にたくさんのお客様にご来場いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。今シーズンで私は3年目のシーズンだったんですが、3年目のシーズンでやっと初めてできることも多くあった私でもありました。ここボールパークステージでのダンスショーもダンスショーも1、2年目の時は絶対できないのかなとか、いつになったらできるんだろうって思う気持ちがあったんですけど、本当に毎試合のようにさせていただくことができたのも本当に皆さんのおかげです。いつも支えてくださるスタッフの皆さん、でマーク、リンちゃん、ズーちゃん、M スプラッシュのみんな、そして待っていてくださったマリーンズファンの皆さんがいるからこそ今ここに立てているのだと思います。ここのステージで見た皆さんの笑顔や最後にマリーンズファイティーで気合を入れると、今日も頑張って応援しようという気持ちになりましたし、私たちも皆さんからたくさんのパワーをいただきました。試合中もそして一緒に応援して、勝った時にはペンライトと私たちはペンライトと皆さんはスマホライトを振る演出がありますよね。今日も皆さんと一緒にあの光景を見ることができて本当に嬉しかったです。あの光景をグラウンドから見ると本当に涙が出そうになりますし、というか泣いてしまった日もあったんですが、本当にあの瞬間は今シーズンもマリーンズを応援してきてよかったなっていう気持ちになりますし、マリーンズファンの皆さんとの一体感を感じることができる大好きな瞬間でありました。そんな嬉しい瞬間だったり悔しい瞬間も今までより近くで感じることができた今シーズンは、私たちにとってかけがえのない宝物です。皆さんも同じ気持ちでいてくださったら嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちも1マリーンズファンの一人ではありますが、試合に負けてしまった日も勝った日も私たちのパフォーマンスを見て元気をもらえたから、球場に来てよかったなって思ってもらえていたら嬉しいです。ありがとうございます。そして M スプラッシュはまだまだこれからもマリーンズを、そしてホームタウンの千葉県を盛り上げるべく活動していきますので、引き続きよろしくお願いします。これから寒くなっていきますので、皆さん体調管理には気をつけて、また来シーズンもここぞとマリンスタジアムでマリーンズ応援していきましょう。今シーズンも本当にたくさんのご声援ありがとうございました。ありがとうございます。続いてサブリーダーホナミからお願いします。はい、サブリーダーのホナミです。今日もマリーンズへの熱い応援本当にありがとうございました。そしてボールパークステージにお越しいただき、 M スプラッシュにいつも温かいお言葉をくださり本当にありがとうございます。私自身4年目のシーズンになったんですけれども、今シーズンからサブリーダーを務めさせていただいて、最初お話があった時はチームの先頭に立って引っ張っていったり、メンバーを支えていくことが本当に私にできるのかどうかすごい不安だったんですけれども、リーダーの優香をはじめたくさんの先輩方にサポートしてもらって助けられながら今日迎えることができました。本当にありがとうございます。そしていつも元気をくれる可愛い後輩たちにも感謝をしています。まだまだコロナ禍ではありますが、今シーズンは、皆さんとより近い距離でいろいろなことを楽しんでいったり喜んだりすることができてとても良かったなと心から思っています。2019年の時はまだ1年目だったので、本当にあっという間にシーズンが終わってしまって、その経験を生かして2年目から頑張っていこうと思った時にコロナウイルスが流行ってしまって、なかなか思うように活動できなかったんですけれども、やっと今年からは去年から、ダンスショーも始まって、グランド演出もたくさん増えて本当に楽しい時間を過ごせました。いつもありがとうございます。まだまだ
いろいろな制限はあるんですけれども、その都度その都度できることを私たちは一生懸命やっていくので、今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。